どうも、はい、中尾と申します。はい、今日はですね、激アツなデリバリーが、激アツな新入荷が、僕がやってるセレクトショップ、リュウに入荷しましたので、新入荷紹介ということでご紹介していこうと思います。はい、めちゃめちゃ僕もテンション上がってて、ちょっともうすごい嬉しいんですけれども、うちでやってる別注シリーズの中でもかなり人気なシリーズが入荷しましたのでご紹介していこうと思います。何をご紹介していくかというと、マサオ清水さんっていううちで卸させてもらっているブランドがあるんですけれども、そのマサオ清水さんのヴィンテージエルメスシリーズですかね。ヴィンテージエルメスのカレっていう正方形のスカーフがあるんですよ。シルクスカーフがあって、いろんな柄があって非常に有名なものもあるぐらい人気なアイテムがあって、それを各アイテムにスウェットだったりデニムだったりニットだったりっていうのに入れ込んで、ヴィンテージの彼を入れ込んでそれをアイテムにしているっていう非常に贅沢なアイテムが今回入荷しましたのでご紹介していこうと思います。今回は3型です。スウェット、デニム、ニットとなっております。はい、ここにあるだけで全部になります。ちょっとごめんなさい、本当にすごい少なくて、っていうのもあまり数が作れないんですよね。今回はね、一応店頭分とオンライン分半々で、はい、販売させていただこうと思いますのでご了承ください。スウェットからいきましょうかね。こちらがスウェットになりますね。マサオ清水さんのヴィンテージエルメスの彼が、はい、ここにね、肩の部分に、これバック部分まで入り込んでるんで、彼がこうスウェットに落とし込まれているアイテムになります。まずこのスウェット自体がマサオ清水さんのインラインにあるものなんですけれども、肉厚な生地になっていて、わかりますかね。で、ここに彼が入っていて、で、彼がちょっとね、このように肩上がってるんですよね。少し上がっていて、着た時にちょっとこうピョってなる感じになっております。非常にいいですよ。エルメスパリって入ってますしね、こことかは。まあ一つ一つ本当にアソートで全て違うんですよ、スカーフが。まあ見ての通りなんですけど、本当に全部違うので、本当にお好みのアイテムを選んでいただくって形になります。形もいわゆるボックスシルエットになっていて、ワンサイズとなっております。着ていましたこちらですね。身長176センチ普通体型で、このような形になります。はい、まあかなり丈自体はそこまで長くないんですが、身幅が取られているので、まああのボックスシルエットって感じですかね。だからめちゃめちゃオーバーサイズってよりは、まあちょっとゆったり着れるかなってぐらいって感じですかね。先ほど申し上げたように肩の部分が少しこう上がるんですよね。まあこのデザインがいいなっていう、こういう風に縫い付けられてないんですよね。ここが上がってるっていうところが非常にいいポイントですかね。まあこのようなデザインだったりとか、まあ、このようなデザインだったりとかね、青でちょっとね、これはエルメスさんっぽいですね。非常に、うん、黄色と赤とかね、一つ一つ柄が全然違うので、またねこれも全然違いますので、うん、ぜひ皆さんお好みの一着を選んでいただけたらいいんじゃないかなっていう感じのアイテムですね。ぜひねチェックしてみてください。値段は一応税込みで4万5000円ぐらいかな。4万1000円に消費税なんで4万5100円とかですかね、消費税込みだと。はい、ぜひ気になる方はねチェックしてみてください。続けてご紹介していくのが、まずデニムですね。こちらデニムがめちゃめちゃいいんですよ。ヴィンテージカレが落とし込まれたリーバイスを再構築して作られたワイドデニムとなっております。はい、もうね至極の一本です。本当にめちゃめちゃいいと思いますよ。これ本当に素晴らしいと思う。そもそもマサオ清水さんはインラインで再構築デニムっていうのが非常にお箱というか、まあ人気のアイテムなんですよね。皆さんから愛されるアイテムであって、それを今回太くしてるんですよね。ワイドストレートの形にしてます。なんで、まあ僕が今履いてるんですけれども、ストンと落ちるようなシルエットになってるんですよね。まあ、それにこうエルメスの彼がこのようにね、部分部分で入るようになっていて、はい、こちらもで、こちらもね、バック部分にもしっかり見えるように入っていて、もう贅沢ですよね。いや、めちゃめちゃいいですよこれ。どこのディテール見てもやっぱ再構築部分なんですよね。この部分とこの部分とこの部分とが違うっていう、でまたこの部分も違うっていう、非常に手の込んだ再構築になってるんですよね。本当に再構築デニムということで、これポケットが全てこういう風に加工で、あの2つついてる形になりますね。コインポケットを大きくしたみたいなポケットがついていて、まあ普通のポケットも入りますよという形になっておりますね。リメイクアイテムの中でも、もう本当に僕が見てきた再構築デニムの中でもめちゃめちゃクオリティが高いんですよ。マサオ清水さんって見えない部分の こだわりっていうのが非常に多かったブランドさんなんですよね。もうすごくこう、そんなとこ気にするのみたいなところを気にされて、すごくこだわられているブランドさんなんですよね。そういうところがもともとすごい好きだなと思ってたんですけれども、それを僕がこうちょっとね、本当にこうこうこうでエルメスの彼かましてワイドにしてっていうので、今回出来上がったデニムがこちらになります。めちゃめちゃ熱い。これ本当に熱かったですね。見た時にすげえかっこいいなと思ったし、履いた時にね本当にかっこよかったんですよね。形もすごい綺麗ですし、もうお値段の価値は確実にあるアイテムです。もう確実にあるっすね。別に彼が入ってなくても再構築デニムとして僕は素晴らしいクオリティだなと思っているので、本当にこれはおすすめのデニムですね。本当に2本しか作れなかったというふうにご連絡が来て、僕の履いてるのはもう僕オーダーのサンプル分にはなるんですけれども、こちらの2つが商品となりますので、どっちかオンライン、どっちか店頭という形にはなるんですが、ぜひ気になる方はね見てみてください。本当にお値段以上の価値は確実にあると思いますね。一つ一つアソートで本当に全て違うので、まあ、本当にお好みの方を選んでいただければと思います。色が全然、印象が全然違いますよね。同じデニムなんですけれども、こっちの方がちょっと薄いですね。でも彼がこっちは緑色ベースの色になってたりとか、かなり様になるデニムパンツなんで、ぜひね見てみてください。このような形になっております。いやー、シルエット綺麗ですね。
シルエットが本当に綺麗、ここから見ても綺麗なんですよね。このストンとしてる形が僕一番好きなんで、ワイドストレートが。僕デニムあんま買わないんですけど、もう本当にこれは最高だなと思って、めちゃめちゃテンションが上がっております。はい、ぜひ気になる方はねチェックしてみてください。ラストご紹介していきます。ルネスヴィンテージの彼が袖部分に入り込んでいるタートルネックのニットになりますね。はい、こちらです。こちらもねちょっと2つが限界だったということで2つ入荷しております。はい、めちゃめちゃオーバーサイズというよりはもう少し、スリムまではいかないんですけれども、少し裾にかけてシェイプしていくような形となっております。はい、で身幅は取られてるんですけれども、ウエスト部分がそこまでもたつかないっていう、まあ綺麗なシルエットのタートルネックのニットになってますね。腕部分がめちゃめちゃ太いアイテムになっていて、この部分が彼ですね。でこっちはねこうウールで、ここはまた違うコットンになっていてっていう切り替えになってるんですよね。でリブがついてるっていう、非常にね手が込んでる、またこれもアイテムになりますね。これも再構築というか部分で切り替えがすごいって感じですね。エルメスの彼部分のみがアソートとなっておりますね。今回はニットで作るのは初めてだということで、まあ2着入っております。こちら4万8000円となっておりますので、今回のこのでもエルメスシリーズは全て本当最高ですね。やっぱりなかなか1着1着作るのにすごい時間がかかるみたいで、非常にレアなアイテムとなりますので、ぜひね皆さんも見てみてください。ちょっと着てみましょうか。これはい、僕身長176センチ普通体型なんですけれども、腕がね結構太いですね。腕周りはこの辺りは結構太く取られているというか、まあ多分こう結構つなぎ合わせられてるんで大きめに取られてるんだろうなっていう。これ上にコートとか着てもいいと思うんですよね。コート羽織ってみましょうか。今モッツコートとか羽織ってみたんですけれども、こんな感じ、まあ、モッツ羽織ったりしてもこんな感じですね。普通にタートルネックとして使っていただく分にもかなりかっこいいんじゃないかなと思います。このようにねかましていただいても非常にいいんじゃないかなっていう。ロングコートだとこんな感じで、まあタートルネックとして普通に落とし込みますね。まあこれもこれで非常にいいと思いますけどね。で脱いだらすごい出てくるみたいなっていうのも、まあ一個面白いかなと思いますけどね。そんな感じだったんだそれみたいな感じになると思うんですが、はい、っていう感じでね、今回こちらのエルメス彼シリーズご紹介させていただきました。非常にね本当にかっこよく、僕は数が少ないので本当に申し訳ないなと思ってるんですけれども、ぜひね気になる方は見ていただければと思います。デニムめっちゃいいですね。まあ全ていいんですけれども、僕は本当にデニムが、まあ、自分の分も含めてすごい気に入ってるんですけれども、デニムがどんどんアップデートを繰り返していったんですよね。最初普通の再構築デニムも入れさせてもらって、それを次のシーズンで太くさせてもらって、今回のシーズンはどうだったかっていうと彼も入ったっていう、どんどんアップデートしていってるっていう、そういう意味ではいい形になったなとは非常に思ってるんですけれども、本当にね素晴らしいアイテムたちなので、ぜひ気になる方はね、まあ明日が営業日になりますので、明日お店に来ていただいたり、遠方の方とかはまあオンラインの方で見ていただいたりしてみてください。はい、こんな感じでね僕はいつもファッション系の動画を上げております。もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価を、何卒よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。どうも中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。